時間。横光リーチ。私たちを養っていてくれた座長が外出したまま一週間しても一向に帰ってこないので、ある日公僕が座長の残していった氷を開けてみると中には何も入っていない。さあそれからが大変になった。座長は私たちを残して逃げていったということが皆の頭にはっきりし始めると、皆の宿賃をどうしたものか誰にも良い思案が浮かんでこない。そこで宿屋へは私が一同に代わって当分まあこのまま皆の社を貸しておいてくれるよう、そのうちに為替がそれぞれ一同のものの国から来ることになっているからと言ってまたしばらくそのまま落ち着くことになった。ところがためかは郷里から北には北が来るたびにわっと皆から歓声が昇るだけで、結局北かなは来たものだけの金となってそのものがこっそりいつの間にか自分の一番好む女優と一緒に逃げ延びていくだけとなってとうとう最後に8人の男と4人の女とが取り残される始末となった。いつも女たちが自分にばかり心を向けていると考えたがる癖のある六尺豊かな香木。賭博が見たびの食事よりも好きで壺皿の中の才の目を投資する術ばかり考えている木の下。仏様と皆から言われている青白くて温和で酒を飲むと必ず障子を舐める癖のあるささ。それから女の持ち物を集めたがる少し変態のヤギ。腕相撲や足相撲が自慢で町へ入るといつも玉突きばかり探す松木。物を置き忘れたり落としたり何人でも忘れることばかり上手な栗木。ケチンボなくせに借りた物を返すのが嫌いな矢島とそれに私。徒行8人の男と奈美子、品子、菊江、ゆき子の女4人のこの総勢12人の取り残された者たちには、いつまで待っても為替が来ないというより、その者らは初めからどこからも金の来たる当てがないのでただ為替の来そうな者の金を目当てに残っていた者ばかりなんだから、来ない方が道理なので、そこで宿屋の方でももうあとはいくら待っても危ういと睨んだらしく、それからは残った12人の者をうのめたかの目で監視し始めた。一方私たちはそれぞれもうそうなれば誰かに金が来るよりもいっそのこともう来ない方が良いほどで、来たれば必ずそのものだけがこっそりと逃げるに決まっているのだから、後に残れば残ったものほど皆の不義理をそれだけ一心に背負っていかねばならぬので、お互いにしばらくすると今度は誰が逃げ出すだろうかと密かに監視し合っているほどまでになってきた。しかし、そんな監視をし合ったのも初めの間だけで、そのうちに誰が今度は逃げるだろうかなどとのんきなことを考えるよりも第一もうその日のご飯さえただの初めども食べさせてくれなくなったのだから、だんだん皆の顔色までが変わってきて、朝から誰も彼も水ばかり飲んではどうしようこうしようと相談ばかりし続けてとどのつまりは皆で一緒に逃げようということにだけはようやく決まった。皆で逃げれば一人や二人追っかけてきたって怖くはなし。そのうちにうっかり逃げ遅れて自分一人取り残されたりした日にはどんな目に遭わされないとも限らないのだから誰も彼も今度は固く一緒に逃げることを誓い合った。しかし、逃げるにしたってただバタバタ逃げたのではそれでなくても酔われた土地の宗師の目についてダメなのだから。戦闘へ行くだけは許してくれているのを利用して一番警戒の緩んだ雨の夜に逃げようとか、逃げるなら逃げるに楽な道よりも難所でなければ追っ手にすぐ捕まってしまうから海を伝っていこうとか、まずあらかたは決めてしまって一度は雨の降る夜を待つことにしていたのである。
ところがここに逃げることを相談している一団の次の部屋では、内膜炎で舞台半ばに倒れたまま未だに起き上がれない奈美子が一人寝ているのだ。これをどうしたものだろうかということになると皆も黙ってしまってそのことだけは誰も何とも言い出さず、いずれそのまま捨てておいて逃げるよりしようがないではないかと声にこそ出さないだけで暗黙の中に皆が思っているのは明らかであった。私もそれまではミノルマジはもう他の11人のために奈美子をそうして残しておくよりしようがないと思っていたのであるが、相談が済んでふと奈美子のそばを通るといきなり枯れ目あわ床の中から私の片足に抱きついてしまって離さない。皆が逃げるのなら自分も逃げるからどうぞ一緒に連れて逃げてくれと言って泣くのである。それではもう一度皆に相談してやるからまず足だけ離してくれと言ってはなだめすかしてようやく彼女の腕から足をばついてまた皆を呼ぶと私は相談をし直した。一同の者は私が彼らを呼ぶともう何事の相談かちゃんと皆にはわかっているので目でバカなことはよせよせとしきりに示し出したが、それでもあんなに一緒に逃げたいと言うんだから一つ皆も同じかまどのご飯を今日まで食べていたよしみででも連れて行ってやってはくれまいかと頼むと、そばにいたゆき子が第一番に楽って自分は奈美子から旅を一足もらったことがあるからこのまま残していくのもすまないと言い出すと、しなこも私は袖口をもらったことがあると言い聞くえも自分は串をもらったことがあるなどと言ってな、巫女を連れて行くことだけは皆女たちは承諾した。それでは男たちはと聞くとこれは誰も何とも言い出すものはなくただ黙ってしきりに私のたもとを引っ張って寄せというだけなので、私は皆を動かすためにいずれ連れて行ったってなんとかなるだろうからまあまあと言うと、初めてそこで皆の者もその気になりかけてそれでは仕方がないから揃って一緒に逃げようということになんとなく決ってしまった。しかし、さていよいよ逃げるとなると海に沿った断崖の上の山道を七夜里も峠を越えて歩かなければならないのだから病人を背負って逃げるのはこれは大変なことなのだ。しかも無頼漢の目をくらませてことに雨風の中を町の湯へ行くように見せかけて一人ずつ手拭きをぶら下げて出ていかねばならないのだ。だが、そうかと言ってそのままぐずぐずしていてはご飯が食べられないのだから腹がすくばかりだし、これはもう無茶でも次の駅まで闇に紛れて逃げていく言ってよりないのである。そこで私は奈美子の枕元へ行って一度立ってどれほど歩けるものか歩いてみよと言うと、枯れ目は立ち渡ったがすぐ目が巡ると言って布団の上へふらふらっとうずくまってしまってまるで骨なし同様な勇様なので、私も皆に奈美子を連れて逃げることを一時の道場から勧め発したもののこんなことならいっそのことここへ一人残していく方が本人のためでもあり皆のためでもあるとまた思い直して、奈美子にやっぱりここに一人あなただけ残っている気はないか。残っていたってまさか宿の者は病人を殺すようなこともしなかろうしそのうちに私が金をすぐ送ってやるからと言うと、奈美子はまたわっと泣いてここに一人残されるほどなら自分を殺していってくれと言う。それではもう仕方がない。せっかく連れて逃げようとまで皆を納得させたのに今さら自分から連れて行かないと言い出すのもこれも勝手すぎることだしするので、もう奈美子のことはそのままにしておいて私も雨の降る夜を待っていた。しかし、雨の降るまで待つのがこれがまた一通りのことではないのである。
誰か戦闘へ行くときに着物を一枚質に入れてワンパンを買ってきて分けて食べたり、また一枚売りつけては戦闘へ行く金を作ったりしているのだが、そのうちにうっかりして皆の汽車に乗る金まで使ってしまっては何にもならぬのだから、もうタバコ一本さえ飲めないばかりではない。パンだって1日に一度で、あとは水ばかりでゴロゴロ終日点っているよりしようがないのだ。すると、ちょうど折りよくそれから2、3日して朝から秋雨が降り出して、夕方になるとますますひどく雨風にさえ変わってきた。さあいよいよそれでは今夜こそ逃げ出そうということになって、皆でそれぞれ朝から手はずを決めて夜の来るのを待っていたが、私は皆がまあ無事に駅へ着いたとして、それからあとを誰と誰とがどんなにして逃げるのであろうかと、実はそれが初めから興味があったのだ。4人の女に8人の男の残っているのは、それはまんざら金の来なかった連中ばかりだとは限っていなくて、一人の女が前から二人もしくは二人ずつの男と離れがたない交渉があったからではないかとも思われたので、これはいずれどこかで一騒動持ち上がるに違いないと思っていたにはいたのである。ところが夜が近づいて逃げる刻限が迫ってきても、誰もそういう様子を表さない。そのうちに一人二人と手ぬぐいをぶら下げて出て行ったので、それではもう私の知らない間に一緒に逃げるべき女と男は自然に決まってしまったのであろうと思って、私も逃げる手伝いをし始めた。逃げる手伝いと言ったって、ただそれぞれの着替え一枚か二枚ずつお風呂敷に包んでは塀の外にまたしてある仲間のものに投げ落とすだけなのだが、それがこんな時のこととて、最後まで宿に残っていたらいつどういう拍子であやつ並子のような病人を連れて行こうと言い出したやつだから、このまま二人だけはほったらかして逃げようではないかと誰かが言い出さないとも限らぬし、もし誰かがそんなことでも一口言えばはっとたちまち気がついて実行しそうなものばかりなんだから、もう私は香木を最後に残すと手拭きを肩にかけ、波子を背負って無事に港待ち合わせるはずの竹林刺して雨の中を出て行った。竹林ではもう10人ほどが3本の番傘の下に固まりって皆の来るのを待っていたが、一同の荷物をまとめて金に買いに質屋へ行った肝心の木下という男がなかなか戻ってこない。それでは木下のやつもひょっとすると今頃は金を持って逃げてしまったのではないかと、誰も何とも言わないのに、だんだん皆の顔にそんな風な不安が現れ出して、しばらく顔を見合わしたまま黙っていると、そこへ木下が10円握って帰ってきた。とにかくご飯だけは腹へ詰めていかなければというので、最後に高木が来て12人すっかり揃うと、久しぶりに皆で蕎麦屋へ出かけていこうとした。すると、松木がこんなにたくさん揃っていっては見つけ買ってしまうに決まっているから、一人ずつ行こうではないかと言い出したので、それもそうだということになって金を一人ずつ分けようとすると10円紙幣1枚よりない。それでは誰か細かくしてきたらと気づいても、また街中まで一人行ってはそのまま持ち逃げされそうな気がされて、誰も一人に許そうとはしないのだ。これじゃ紙幣なんかあったってなくったって同じことで、どうしたらよかろうかとまたしばらく黙ってしまうと、そのうちにこんなにいつまでもぐずついていたんではもう宿屋の方でも気がついて追っ手を向けているかもわからないと言い出すものもあり、追っ手が来ようとどうしようとこんなにお腹がからちゃ動けやしないと言い出すものもあって、
ジャパンでも買ってくるのが一番だと決まっても、さてそれなら誰が買いに行くかとなると、また一度植え付けられた不安のために容易に誰も何とも言い出さない。妄想までなると不思議なもので、病人を背負い込んでいる私だけがはっきり逃げも隠れもできないに乗っているのだから。矢島の発案で皆の者は今度は私一人に金を持ってくれと言い出した。しかし、私は私でそんな大事な金なんか持って皆から絶えず気を配られていたりしては不愉快なので、いっそのこと皆の見ている前で病人の波子に金を持たしたら、当分は波子も誰も彼もから守られるに違いないと思ったので、彼女の懐へ金を押し込んだ。すると、今まで疫病神のように思われて皆から厄介扱いにされていた病人は急に私の肩の上でがっくりと落ち着いた金庫みたいになってきて、今度は自然にその病人を中心にした一段の法則が竹林の中ででき始めた。まず一段の男たちは背後で誰かが100を数えるまで波子を背負って歩いてから交代するということになり、目合わを必要だけはないが数を数える番を交代にしていくことに決めて、そこで初めてその順番を決めにかかろうとすると、ヤギが18件で決めようと言い出した。それじゃ一本場で来い、いや何個節にしろと言い合っているうちに、もう片方の二人から、は、は、よう、立ち、はい、二、三本、とやり出したので、そばで見ている女たちも笑い出して、高木さんの方が手つきがいいの、いや木下さんの方が閉まっているのと言い、波子を背負う順番だけをようやく決めると、もう先気に立った者が竹林を出て歩き出した。しかし、傘は12人に3本よりないところへ向かい、風で雨が前からビュービューと吹きつけてくるので、4人に1つの割で傘を中にし、一列に細長く渋滞を作ってびしょびしょと濡れて歩いていかねばならない。一番真ん中に病人の波子をみこしのように守って、その後に女たち、それから男と行くのだが、笹が中からとうとう蕎麦を食べ忘れたじゃないかと言い出すと、そうだ蕎麦だということになって、また一体は立ちていった。けれども今からはもう蕎麦どころか追っ手につかまればまた明日から水ばかりより飲めないのだから、ひと思いに今夜のうちに峠を越してしまえば明日はどうにでもなろうという気性の方が盛んになって、そのままずるずる一段は芋虫みたいに闇の中へ動いていった。動き出してからしばらくは女たちのあんこの出たフェルトがくちゃくちゃ高くなり始めると、追ってではないかと気が気でなくなり、時々は言い合わしたように後ろを振り返る時もあったが、もし宿屋が気がついて追ってを今頃出している頃だとしても、すぐこっちの難所へは気がつかず、もう一本の道の方へ回るだろうと栗木が言うと、それもそうだと安心はしたものの、こっちの道にしたって誰も一度も通ったことのあるものはないのだから、行く先々に何があるのか、どこにどんな畑があるのか、それもわからず、雨に現れた砂地からしきりに頭をもたげている石ころ道がいくらか足先で薄ぼんやりとしているくらいのものである。一段のものも必死とは言うものの、だんだん不安が募ってきたと見えて、あまり誰も饒舌らない。ただ木村だけが余裕を見せて、日頃の幾分社会主義めいたことを口走り、こんなに皆を苦しめた座長のやつなんか今度会ったら殴ってやると言うと、忘れていた座長への一段の鬱憤がにわかに高まってきて、殴るどころか海の中へ突き落としてやるというものがあるかと思うと、海の中ではこと足りない自分は石で頭を割ってやるというものもあり、
焼き火箸でインコを一月につき殺すというものもあり、いや消費箸なんかではまだ足りぬというものもあると中央で黙っていた病人がいきなりわっと泣き出した。すると、病人を背負っていたヤギが立ちていってしまって動かない。どうした？早く行かぬかと、後から迫ると、病人はヤギの背中の上で泣き泣き自分をここへ捨てておいて皆で行ってしまってくれと言い始めた。はじめは誰もどうして急にそんなことを病人が言い出したのかわからなかったが、それが病人の症状で内臓から血液が出てきたのだとわかると、一度もぼんやりとしてしまってこれには困ったという風に雨の中でため息をつき出した。そこで私は男にはわからぬそんな女の症状のことは女たちに認可せようと言うと、それでは今すぐに乾いた布が何より入りようだというので仕方がないから白い襦袢を脱いで渡してまた進んだ。病人は気の毒があって次に背負い変わった松木の背中の上で自分をもうここへ捨てておいて行ってくれとしきりに急いて言う。そんなに泣いてはやかましいからもう捨てて行ってしまうぞと松木が脅かすと、一層激しくわっと泣くばかりである。しかし、そんなことよりも何より追ってのことをあまり考えなくなると今度は一段に空腹がやってきた。一人が明日になって町へ着いたら第一番にカツレツを食べるんだと言うと、一人は寿司を食べるという。いや寿司よりもうなぎが良いというものがあるかと思うと牛肉が食べたいというものがある。すると、それからそれと他人の言うことなんか聞かずに何がうまかったとかどこで何を食べたとか食べ物の話ばかりが森林になって、ますますガツガツした動物のようになっていった。ところが私もこの空腹にだけは皆と同様困り果てて道そばの畑からでも食物を探そうとしたのであるが、竹林を出てからしばらくすると畑なんかは一つもなく、右種は岩ばかりの崖で左種は数百尺の断崖の下でただ波の音がしているだけなのだからどうするわけにもいかないのだ。せめても幅四尺ほどの道から足を踏み外さないだけが一段の儲け物で、今は片身に帯を後ろから持ち合ったままひょろひょろして先頭の傘の間に間についていくのであるが、坂を登ったり下ったりうねうねとした道なので時々雨がさっと逆さまに下から降ってきて、思わず崖の縁へぺったり貼り付けられたように重なったり、伸びたり縮んだり突き当たったりしながらもぼうぼうと続いた断崖の上を揺れ続けていくのだから、そう食べ物の話ばかりに目もくらんではいられないのである。そのうちに食べ物の話に夢中になっていた一段のものもいくら饒舌ったって一つも食べられないのに気がついたらしく、一人だんまり二人だんまり、やがてみんなが黙ってしまうと、ただ病人を背負って歩く足数をその後で数える女の声だけが波の音と風の音とのことは割れ目から聞こえてくるだけで、ため息も漏れなければ咳の声さえしなくなって、みな誰も彼も一様にこれはもうしばらく経てばどんなになるのかと恐怖に迫られ出した沈黙が、手に取るようにはっきりと感じられてきた。そうこうしているうちにまた病人の出血が激しくなって、男たちの脱いだ襦袢を崖の頂きで海に向かって取り替えるやら背負う番を変えるやら、前のように気の毒があって激しく泣き出す病人の声と一緒にひときわ一段のものが賑やかに立ち返ると、また食べ物の話が出る。そんなに食べ物の話をしては食べたくなるばかりだからやめてくれというものがあると、いやもうせめて食べ物の話でもしてくれなければ食べた気がしないというものがあり、
水でも良いから飲めないものかと言いながら傘から滴り落ちる雨の雫を舐め出したり、小さな松の木でもあると松の葉をむしって食べながら歩いたり、まるでガキそのままの姿となってしまって笑うにも笑えない。私も私で着物はもう余すところなくびっしょり濡れた上に喉がカラカラになってきて、雨が吹きつけてくると帰って傘から顔を出して雨に向かって口を開けたり松葉を噛んだりし続けた。それがまた八人の男が一巡病人を背負ってしまって私の番が巡ってくると、どんなに背中の上のものを女だと思うとしたって、その空腹ではある口からだけでもやっとのことだ。息切れがしてくると目の前がもうぼーっと霞んでくる。腕が痺れる。足がふらりふらりと中風のように泳ぎ出す。すると舌を噛んだり頭を前の傘持ちにぶっつけたりし続ける。後ろで女が90近くまで数えてくる頃にはもう病人をそのままそこへどたりと放り落としたくなってきて、それを感づかせてはまた泣かれるからじっと我慢をしているものの、しまいには目が引きつってしまって開けるとパッチリ音がしそうなほどになる。そうしてようやく次のものに変わってもらったとしても一人一丁で八丁目ごとにまた巡ってくるのだから、休む感が知れているのだ。おまけに空腹は時間が経てば経つほど増してきて、それに従って背中の上の病人はそれだけ重くなっていくのだからやりきれたものではない。すると、病人は真ん中に皆に挟まれていくのは嫌だから真先にやってくれと無理を言い出した。それでは追われているものは捨てていかれる心配がなくなるから気楽にはなるであろうが、反対に背負っていくものは絶えず後から圧迫されて疲れることが甚だしいのだ。私は皆の者も私が病人を連れ出してきたばっかりにこんなに苦しまされたのだと思うと、もう皆がどうすることもできなくなってへたばりそうになったら私は病人を海の中へ放り込むか病人と二人でそのままそこへ残って皆に先消え行ってもらおうと考えた。しかし、皆の者のへたばりそうにしているのはもう今現在のことなんだから、そんな考えを起こしたって無論何人にもなりはしないのだ。もう一段の者は油汗を顔ににじませて青黒く、目はぎろりと座り出し、生あくびが引っ続けて出始めると突如として奇声を発する者もあった。雨風に吹き折られるかのようにどっととっかくった岩の上へ崩れかけたりすると、病人はまた捨てていってくれと言って泣き上げる。女たちは女たちでもう初から着物からびしょびしょで、幽霊みたいにべったりと濡れた髪を顔へ引っ付けさせたまま歩いているのだが、腰巻きの色が下から着物へまでにじみ出てきて、コンパクトや財布へまで水が溜まってぬらぬらしてくると、もうどっしりと帰って落ち着き出して早く死ぬものなら人思いに死んでしまいたいと菊江が言う。じゃここから飛び込めばわけはないとヤギが言うと、その一言の冗談がもうヘトヘトになっていた栗木の缶に触ったのであろう。人の苦しんでいる時に冗談を言うとは何事だと栗木はヤギに詰め寄った。すると、ヤギはヤギでそんな思わぬことで詰め寄られたんだからびっくりとしたのか、逆に立ち直って、いくら菊江に冗談を言ったからってそんなことで怒らなくともよいだろう。菊江なんかはお前がいくら好いたってもうダメでちゃんと高木と一緒になっているところを自分は見たのだとつい口を滑らすと、今まで黙々として何一つ言わなかった恩は情さが、
いきなり海中からナイフを出して鉱木めがけて突っかかった。高木は素早く笹のナイフの先から逃れて一目散に断崖の上を逃げていったが、笹もしつこく傾きながら彼の後から追っかけると、しばらくこの思わぬ出来事にぼんやりしていた栗木がかなわヤギではなく高木と笹だと知ったのか、これもまた二人の後から追っはせけ出した。菊江は私のそばで闇の中を通しながら、ただ自分が悪いのだと言って泣きじゃくっているだけなので、私は早く行って男たちの争いを止めて来いと言うと、あなたが言ってくれなければ自分では止まらぬという。ところが、これもまたあまり不意の出来事だが、私の後ろにいたしなこが急に泣いている菊江の襟元へむしゃぶりついて歯をキリキリ鳴らせ出した。自分の男の誰かを取られていたのに初めて気づいたのであろうが、そのうちに張本人のヤギまでが怒り出して、今度はしなこを引きずり倒す時様のは誰だと言い始めたのには私も驚いた。これでは争いが今にどこまで広がるかわからないどころか、今こんなところでまた誰かに傷でもされて動けなくなったりしてはもう一段は絶対絶命で、そうだ俺になるのは決まっているのだ。さて困ったことになったと思ったが、私のそばのものはまあ刃物がないのだから良いとして、はせけていったもの三人の間には一本ナイフがあるのだからそのまま捨てておくわけにもいかず、それで私もふらふらしながら待て待てと呼び続けて黒い騎士の上をはせけていくと、二丁ばかり行った路傍で見人が並んで倒れたまま動かない。それでは誰か見人のうちの二人は殺されたのだと思って覗いてみると、それぞれ皆誰も眼をよろよろ開いたまま私の顔を眺めているのだ。どうしたのだと聞いてみると、こんなところで女のために喧嘩をして傷でもしてはどちらも損だからやめようと相談してやめたのだが、もう疲れて息の根が止まりそうだからしばらく黙らせておいてくれという。それはどちらも賢いことをしたと言って私もまた後へ引き返して病人のいるところへ来てみると、こちらはまだ争いはこれかららしく矢島の背中の上ではあわあ泣いている病人の下の道の上で、ヤギと木の下がとっくみ合いをしてうなっているのだ。これでは女たちも誰と誰とが自分のどの男を取っていて、自分が誰のどの男を取っていたことになっているのかわからなくなってしまっているのであろう。もうぼんやりとしているだけで私に向こうの喧嘩の守備はどうだったかと尋ねもしない。私もこんな騒動はいずれ一度は起こるに違いはないと思っていたにはいたのだから、そうびっくりもしないのだが、今頃こんな崖の上でこんなに突然降って湧いたように起ころうとは思っていなかったので、誰が誰と喧嘩をしようとそんなことなんか平気にしたところでたちまち一段の進行に関わること重大なのだ。ところがヤギと木の下とは前から仲も良くない上に女のことにかけてはどっちも競争し合っていた男同士のこととて、私が中へ入って止めようとしてもなかなか離れるどころではない。じっと寝ながら殴り合っている方が立って歩いて病人を背負わせられるより楽は楽なんだから、足を絡まり合わせたまま休息するように殴り合うばかりである。私も二人が傷さえしなければもうできるだけ喧嘩をさしてしまっておく方が良いのだから、二人が転げている間私も体を休めるために二人の頭のところに腰を下ろして眺めていると、木の下もヤギもすっかり疲れたらしくどっちもそのまま動かなくなって吐く息だけをふむふむ言わせているだけなので、私ももうここらでよかろうと思っていつまでも寝ていたってしようがないから喧嘩をするならもっとする。
やめるならさっさとやめてそろそろ出かけようではないか。向こうでももう女のことで喧嘩をすることほどバカなことはないと言ってみ、人とも仲直りができてしまったのだからというと、ヤギも木下も黙ってのろのろ起き上がってきて歩き出した。そこでまた一行が香木や笹などと打ち合うと病人を背負い替えたり、出血の準備しなの乾いた襦袢がもう全く誰からもなくなってしまっているので、今度は男たちの腰巻きを取って病人を清めたりして穏やかに歩いていった。どうも考えると面白いもので、女たちの不倫の結果がそんなにも激しい男たちの争いを引き起こしたにもかかわらず、しかしまたそれらの関係があんまり複雑な色々の形態をとって皆の判断を困らせるほどになると、かえってそれが静かに均衡を保ってきて自然に平和な単調さを形成していくということは、なかなか私にとっては興味ある恐るべきことであった。だが、間もなくするとこの静かな私たちの一団の平和もそれは一層激しく皆の者に襲いかかってきた空腹のために、個性を抜き去られてしまった地狂いの平静さに変わってきた。全く私も同様にだんだん声も出なくなって腹部の皮が背中へひっついてしまっているかのように感じられると、甲虫からは唾がなくなって代わりに液が上がってきて、苦々しくねっとりとしぶり出すと目の縁が熱っぽくなってきて、タバコの匂いのする生あくびがまたひとしきりで始める。一同の者も前の格闘の疲れが出てきたのであろう、誰も何とも言わないでうつむむいたまま雨の中をびしょびしょと行くのであるが、そんなにありあり弱りが見えるともう一人静かに泣き続けている病人だけが一番丈夫な人間のようにさえ思われ出して、一体この先まだどこまでもと闇の中を続いていそうな断崖の上をどうして越え切ることができるのかと、むしろ黯然たる気持ちになってきた。そうなると私たちの頭はもはや野希望や光明のような遥かに遠いところにあるもののことは考えないで、この二分先の空腹がどんなになるであろうか。この一分先がどうして持ちこたえられるのであろうかと、頭はただすぐ次に迫ってくる時間のことばかりを考え続け、その考えられる時間はまた空腹そのことについてばかりとなってみち、無限に広がった闇の中を歩いているものは私ではなくして胃袋だけが一人ごそごそと歩いているような気持ちがされて、これは全く時間とは私にとってはどの他物でもない胃袋そのもののようを言うのだとはっきりと感じられた。私たちはおよそそうして良いからもう四五里も歩き続けてきたであろうか。一団の男たちは襦袢も腰巻きも皆病人にやってしまって亡くなった頃、ちょうど崖の中腹の道より少し小高いところに一軒の庄屋が見つかった。はじめは先頭に立ったものがあれは岩だろうか小屋だろうかと言っているうちに、それは廃屋同様の水車小屋だとわかったので、まず皆は雨からしばらく逃れるためにでもそこで少し休んでいこうではないかということになったのだが、中へ入るともうそこには長い間人が近づいたことがないと見えて、いっぱいに張り回された雲の巣が皆の顔に引っかかった。それでも雨露をしのげるほどの庭が二畳ほどカビ臭い匂いを放っているので、そこへ12人の者が固まってうずくまっていると、ヤギがここは水車小屋だからどこかに水があるに違いない。水でも探して飲もうと言い出して小屋の周囲をうろうろ巡り出した。しかし、第一水を落とすべき問いがボロボロに朽ちていて、水車の羽の白いカビのところからキノコが生え上っているのだから一
口に水なんかありそうにも思えない。そのうちに小屋の中で固まりっている者たちの肌から汗がだんだん冷えてくると着物の湿りが応えてきて皆がブルブルおののえ出した。ことに3時過ぎの急激な秋の夜の冷えが疲労と空腹との上に加わってきたのだからもう皆は一人ずつ離れていては監査のために立ってもいてもいられない。そこで私たちは火をたこうにも誰もマッチがないのだからどうしようもなくそれぞれ羽織を脱いで庭に敷くと真ん中に病人を座らせ。その周りに身人の女を置いて男たちはその外から手を広げながらちょうど吹きの塔のように女たちを包んで片身に温度を保ち合った。しかし、私たちの上に新しく襲いかかってきた寒気はそれだけでは収まらずますます激しくなってくると、やがて一段のものは歯が打ち合ってカチカチとなり始め、言葉がうまく言えなくなってきつりばかりになり、泣き出すものがあっても涙だけがしきりに出るだけで、ただもうビリビリ、ビリビリとまるで揺られるクラゲみたいに震え続けているだけだが、そのうちに中央にいる病人だけはもう震える力もなくなって皆の震える中で一人じっと縮んでしまって動かない。その周囲で女たちは自分が死んだら髪を切って母親のところへ送ってくれるよう、もうとてもこれ以上は体が保たないと言い出すものがあるかと思うと、自分ももうダメだから死んだら親指を切って郷里へ送ってくれとかメガネを送れとか、そんなことを言ってるうちに膝が痺れる腰が痺れるやがて首まで痛んでくると、栗木が急にしくしく泣き出して、自分が若い時に村の神様へ石を投げつけたことがあるその罰が来たんだと言い出した。すると高木は俺はあんまり女を騙しすぎた罰が来たんだと言うと、それには皆も胸を刺されたのであろう男も女もそうだそうだというかのように調子を合わせて泣き出した。私もあんまり皆の他愛のないのにおかしくなったが上と寒さと身体の痛みにはもう実際このままでは死ぬ以外にないのではないかとさえ思われて、私だけは薄のそばだったので昨日はエコ仕掛けながらさてこの次に来るものは一体何なのかと思っていると、よくしたもので間もなく意識を奪ってくれる眠気がしきりにやってきた。それと等しく一段の上からもいつの間にか今までの震えがなくなっているのに気がつくと、これはこのまま眠らせてしまえば死んでしまうに決まっているのだから私は背を大きくして皆の頭を揺すぶって叩き起こし、今眠れば死ぬに違いないことを説明し眠る者があったらすぐ、その場で殴るようと言い渡した。ところが意識を奪う不思議なものとの戦いには武器としてもやがて奪われるその意識を持って戦うより方法がないのだから、これほど難しいことはない、と言ってるうちにもう私さえ眠くなってうつらうつらとしながら一体眠りというやつは何者であろうと考えたり、これはもう間もなく俺も眠りそうだと思ったり、そうかと思うとはっと何者とも知れず私の意識を奪おうとするそやつの胸元を突きのけて起き上がらせてくれたりするところの、もう一層不可思議なものと対面したり、そんなにも頻繁な生と死との間の往復の中で私はかつて感じたこともないもの柔らかな時間を感じながら、なおひとしきりそのもう一つ先期まで進んでいって意識の消える瞬間の時間をこっそり見たいものだと思ったりしていると、また思わずはっと目を制して自分の周囲を見回した。すると、私の前では誰も彼も頭を垂らして眠りかけているのである。私は皆の頭を暴力を振るうように殴って回って起きろ起きろと警告した。
皆の者は殴られるとしばらくぼんやりして目を開けてはいるが、そのまままたふらふらと隣の者へ寄りかかってしまう者や、急に死に迫っていた目前の自分の危機に気がついて目をパチパチしながらびっくりしている者や、私に殴られて眠った者を殴る権利を与えられていることを思ってはいきなり前の眠っている者を殴りつけ出す者などがあって、間もなく羽の手いった水車のそばでは盛んな殴り合いが始められた。それでも眠りはほんの少しの静まった隙間から這い込んできて意識を吸い取っていってしまうので、簡単なく髪の毛をひっつかんで頭を引きずり上げてはほっぺたを指の跡の残るほど引っ叩いたり、げんこつでそれこそ鉄拳を食わせるほど殴りつけたりしても、眠りを妨害する動作がものの一二分も一致して休止すると、もう危うく一同が死へ凍って落ち込んでいくので、私も絶えず殴り続けているものの同時に11人の動作を見つめ続けている間にはふっとどうしたものやらまた私の意識も極まりなき快楽の中へ溶け込んでいってうつらうつらと漂い出すのだ。快楽。まことに死の前の快楽ほど奥ゆかしくも華かで霊朗としているものはないであろう。まるで心は水繰り返しし果汁を舐めるがように感極まってむせび出すのだから、我を忘れるなどというもの優しいものではない。天空のように快活な期待の中で悠然と入れ替わり立ち替わり現れる色彩の波はあれは一体生と死の間の何者なのであろう。あれこそはまだ人々の誰もが見たこともない時間という恐るべき怪物の綿棒ではないのであろうか。しかし、私は私が死んでしまってなくなれば同時に誰も彼もの全世界の人間が私と一緒に消えてなくなってしまうのだと思うと愉快であった。一つみんなの人間を殺してやろうか、とふと思うこの人の戯れが時々私を誘惑して一思いに眠ってしまおうと思うにかかわらず、またいつの間にか私の前で皆が眠り出すと私は両手でところ構わず殴りつけているのである。人を死なすまいと努力すること、この有害なことがなぜに人々にとって有益なのであろうか。私たちはたとえ今死から逃れることができたにしたってこの次死ぬ時にはこんなに巧妙に何の不安もなく楽々死ぬことなんかはもはやや想像することができないのだが、それでもやっぱり私はもう一度皆を生かせてやりたいと思うと見えて、しきりに女たちの瓶を持って引きずったり、殴ったり、片足で男たちを蹴りつけたりし続けているのは、これをこそ愛というのであろうか、それともこれをこそ修正というのであろうか。首をさえ締めつけて殺してやりたく思うほど皆のこれからの不幸な行く先がわかっているのに、それにまだ彼らの苦しみを増し与えて助けてやらねばならぬとは、これをこそ救いというのであろう。死ね死ねと言いながら私はもう無茶苦茶になってあたかも年来攻め続けてきた不幸と戦うかのように人々の眠りの中を縦横に暴れ回っていると、人々もだんだん目が覚めて、まるで今までの楽しみを奪った奴はこやつかというようにポカポカ一層激しく周囲のものを殴り出した。すると、もう人々もさすがにゆっくり眠っていることはできなくなったと見えて、中には眠りながら手だけは殴る形をして動かしているものもあり、踏んだり蹴ったり殴ったり修羅場みたいに傍若無人に殴り合っているうちにまた一同は眠り出した。そうなると初めの間はつぼみのように丸くなって固まりっていたものでもだんだん形が崩れてきて、しまいには足の間へ頭が行ったり胴と胴とが食い違ったり、
ベタベタしたまま雑然としてき始めて殴るにも誰のどこを殴っているのかわからなくなってきて、誰か一人でもこっそり殴られずに済んでいようものならもうそのものは死んでいるかもしれないのだから、できるだけ大きな面積で暴れ回って絶えず全部のものを撹乱し続けていなければならぬのだ。しかし、民向けというものは暴れたものほど次には激しく襲われて沈められる恐れのあるもので、すぐしばらくすると私も私が刺激を与えて制したものから頭を叩かれたり膝で横腹を蹴られたりして目を制す。制す度にまた私は皆の身体の中でのた打ち回って沈んでしまう。そうして幾度となく私たちは眠ったり覚ましたりし合っているうちに、私たちの小屋の外でもそれに従って変化が着々と行われていたと見えて、いつの間にか雨もやみ、天井の崩れ落ちた壁の穴から月の光が差し込んで雲の巣まではっきり浮き上がっているのを発見した。私たちは眠気静止に子が家出ようとするとなかなか足が動かない。そこで腹ばいになって子が家出ると、月の光に打たれながら改めて山や海を眺めてみた。すると、私のそばにいた笹が物も言わずに私の袖を引っ張ってうろたえたように崖の中腹を指さしたので、何心なく見るとそこにはこまごまとはしている外輪から流れ出ている水が月の光に輝きながらかすかな音さえ立てている。水だ水だと言おうとしたが声が出ない。笹はすぐ崖の方へ膝を揉みながら近寄って降りていったがしばらくすると水をたくさん飲んだのであろう。急に元気になって大声でしたから水だ水だと叫び出した。私も小さな声で同時に水だ水だと叫んだ。それでもう一度は助かったと同様であった。小屋の中のものは足が動かないのにかかわらず我れがちにと腹ばいになって崖の方へ降りてくると、雲の巣をいっぱいつけた騒然とした顔を月の中にさらしながら変わる変わる岩の間へ鼻を押し付けた。岩の匂いに満ちた清水が五百羅漢のような一道の陰光から腹から足先まで突き刺さるようににじみ通って精気が始めて動き出してくると、私も皆と一緒に月に向かってこれこそ明瞭に生きていることだと感じるかのように丹精を節してはまた岩の間へ口をつけた。しかし、私はふと皆が置き去りにしてきた病人のことを思うともうひょっとすると一人民入ってしまって死んでいるのではないかと思われて、皆の者にどうかして一杯でも病人に水を飲ましてやる工夫はないかというと、そうだそうだ病人が何よりだということになってそれなら水を入れるには帽子が良いからという高木の発案でソフトに水を受けてみると水は数ほももじもじしている間にすっかり漏れてしまって何の役にも立ちはしない。それで今度は皆の帽子を一合して水を受けるとやっとどうやら漏れないだけは漏れなくなったが小屋まで持っていくまでには疑いなくなくなるのは決まっているのだ。そんなら小屋まで一番早く帽子を運ぶには11人でリレーのように継ぎながら運ぼうではないかと笹が言い出すと、それは一番明暗だということになっていよいよ11人が3巻ほどの間隔に分かれて月の中に立ちていると、私は最後に病人のところへ水を運ぶ番となって帽子の回ってくるのを待っていた。その間私は絶えず病人を揺り続けているのだが、もう枯れ目合わさっきから殴り続けられた指跡を赤く皮膚に残したまま、私に揺られるがままに体をぐたぐた崩して寝入ってしまってなかなか目を制しそうにもない。
それで私は彼女の髪の毛を持ってぐさぐさゆるとぼんやり眼を開けたは開けたが、それもただ開けたというだけで同じところをじっと目を据えて見ているだけである。そこへちょうど最初の帽子がほとんど水をなくして回ってきたので私は病人の口の中へわずかに漏れる雫をちょろちょろと流れ仕込んでやると病人も初めてはっきり目が覚めたと見え、私の膝に手をかけて小屋の中を見回した。水だ水だ早く飲まぬとなくなるからと言ってはまた膝の上へ病人を伏せて次の帽子を待っている。すると、また帽子が巡ってくる。また雫を落とすという風に幾回も繰り返しているうちに、私には遠く清水のそばから次々に掛け声かけながらせっせと急な崖をよじ登ってくる疲れたらかんたちの月に照らされた姿が浮かんでくると、まるで月光の滴りでも落としてやるかのように病人の口の中へその水の雫を落としてやった入浴者中。時間は、昭和6、1931。年4月、中央公論に発表。同年4月白水社、機械に称賛む。川出処方新社、貞本、横光利一全集、第4巻、昭和56年巻を定本とした。旧仮名遣いは現代仮名遣いに、旧字体は新字体に改めた。ボーボー。など漢字の繰り返しは、ボーボー、などと改めた、ささ、は除く、以下の漢字はひらがなに改めた、言う矢印言う、この矢印この、しまう矢印しまう、あたかも矢印あたかも。テキスト入力者、佐藤和人。構成者、加藤香織。